この章では育児のために利用できる制度について説明いたします。この制度には育児のためのさまざまな制度として、育児休業はもちろん、この看護のための特別休暇、育児時間、育児短時間勤務、保育時間確保のための特別休暇など、それぞれの環境に合わせた育児のための制度があります。育児休業はお子さんを養育するための制度で、お子さんが3歳に達する日まで取得できます。子供2人いるんですけど、1人目の時には、産前産後を取った後、1人目で育児休業を10ヶ月ほど取って、で、2人目の時には半年ほど育児休業を使いました。その時の課長と部長はとても理解を示してくれて、いろんな制度を活用して自分の働きやすいように働いていきなって、育児中心でやっていくのがいいよっていうふうに声をかけてくれましたね。令和4年10月1日より育児休業の取得回数が緩和され、原則として同一の子について2回まで取得できます。ただし配偶者の負傷または疾病など予期せぬ特別な事情の場合は、すでに2回の育児休業を取得していても新たな育児休業を取得することが可能です。手続き等はこちらです。育児は夫婦で協力して行う時代です。男性の皆様はまだ女性だけが育児をすればいいと思っていませんか？男性の家庭生活への参画促進は、男性自身の仕事と家庭生活の両立のみならず、女性の活躍促進、少子化対策の観点からも重要です。またこの出生後、女性に心身両面で大きな負担がかかる時期からの育児参画は、その後の積極的な育児参画へつながるものです。休等を取得したいことを早く伝えていただいて、周りの人の力を借りることが大事です。シフトの勤務についても、以前までシフトに入っていた先輩の方が、俺が代わりに入るよっていう感じですぐに言ってくれたので、もう何の心配もなく育休入らせていただきました。少子高齢化が叫ばれて久しいですけども、社会全体で育てていかなければならないと心から思いますので、悩まず近くの相談しやすい人に相談してもらえればと思います。産後パパ育休とは、配偶者の出産の日から57日の間に育児休業を開始し終了した場合のことを言います。育児休業は同じお子さんで原則2回まで取得できますが、産後パパ育休を利用することで、その後育児休業を取得する場合、産後パパ育休は育児休業の1回目としてカウントされず、実質3回の育児休業が取得可能です。配偶者の出産直後から育児休業を取得し、乳幼児期にしかできない貴重な経験をすることで、家族との思い出をより多く残せるのではないでしょうか。育児のためのさまざまな制度は、これらの制度を活用することにより育児をしながら勤務することができます。では一つずつ見ていきましょう。育児時間制度は、お子さんが小学校に入学するまでの期間に取得可能で、1日30分単位の2時間以内であれば、勤務時間の始めや終わりに育児時間が認められます。例えば保育園への送り迎えで就業時間に間に合わない場合などに活用できます。皆さんはお子さんが体調を崩した場合の看病や通院などに活用できる、この看護のための特別休暇制度をご存知ですか？子ども保育園に入れたので、結構発熱とかでお迎えに行かなきゃいけない時があったんですけど、そういう時にもう
すぐ行ってきなって言って仕事を、まあ、代わりにやってくださったりとかしている環境だったので、とても、はい、救われました。この看護のための特別休暇は、お子さんが小学校に入学するまでの期間有効で、1年間に5日取得することができます。お子さんの看病や通院はもちろんのこと、予防接種や健康診断でも適用されます。育児短時間勤務制度は自衛官には適用されておりません。お子さんが小学校に入学するまでの期間に取得可能で、このように勤務形態を選択して勤務可能ですので、ご自身の環境に合わせて取得していただけます。1回に請求できる期間は1月以上1年以内です。保育時間確保のための特別休暇制度は、お子さんが生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの期間に有効で、1日2回、午前と午後に各1回、それぞれ30分以内取得することが可能です。保育時間と育児時間等を合わせて取得することもできます。育児期間中、特に幼い子供を育てる時期は、子供の生活に合わせ自分の生活を整えていく時期でもあります。海上自衛隊の一員として誇りある仕事を進め続けていくためにも、妊娠・出産時期と同様、一人で抱え込まず周囲のサポートや制度を活用しましょう。